はい、こんにちは。今日ね、水の変化の3回目、ね、水に熱を加えていくとどうやって温度が変わっていくのかっていうね、ものをやって、まあそういう単元をやっていきたいと思います。ね、まず、氷、ね、マイナス20度の氷に熱を加えていく。ね、そうすると、まあどんどん上がっていきます。熱を加えるとどん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 、温度は上がっていきます。でそして温度上がっていって、溶け始める。0度になると溶け始めるんです、ね、で0度になって氷が水になり始めるとピタッと0度のまま温度は変わらなくなります、ね、このまま変わりません。でだん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 水が、氷が水になっていってで完全に溶け終わるまで0度のままです。完全に氷がなくなって水になるまで0度のままです。でこれなんで0度のままなのかっていうとね、で、熱を加えるとその熱が氷が水になるためだけに熱が加われる、ね、熱が使われるんです。氷から水になるためだけに熱を使う。だから温度を上げていくために熱が使えなくなるんです、ね、氷が水になるためだけに熱が使われる。さあで、完全に氷が溶けて水になると、0度の水はやがてまた再び、温度を上げるために熱、使えますからどんどん温度が上がっていきます、ね、0度から100度までは、どんどん上がっていく。でまた再び100度になりますね。今度ね、100度になって沸騰すると今度は、また沸騰している間はずっと100度のまま変わりません。完全に沸騰して全て水蒸気になるまで100度のままなんです。ね、で完全に水蒸気になったものはもっと上がっていくんですけれど、ね、まあ、この流れをグラフにしたものがこちら。ね、さあマイナス20度で、熱を加えていってね、でマイナス20度の氷に、熱を加えるとどん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 上がっていきます。この間は氷だけですね。でそして0度溶け始めるまではどんどん上がっていく。で溶け始めるとね、今度は0度のままピタッと水の温度は変わらなくなります、ね、ここは、氷と水混ざった状態ね。でそして完全に氷が溶けるとそこで初めて0度から、熱が、加わって温度が上がっていくわけなんです。でここさっきもちょっと説明しましたけど、ここね、氷が溶けるまで0度のままなんだっていうのは何でかっていうと氷を水にするためだけにね、熱を使うからです。温度を上げるために熱を使えないんです。氷を水にするためだけに熱を使う。さあ、そして完全に溶けたらどんどん、水の温度は上がっていきます。で、そしてまた再び100度になると、沸騰し始めます。ね、沸騰し始める。と、沸騰している間、水が残っている間は、100度で変わらない。ね、で、ここが、水と、水蒸気混ざった状態、沸騰中ね。ここは水だけですね。でなんでここ100度のままで変わらないのかっていうと、ね、やっぱり水を水蒸気にするためだけに熱を使うからです、ね、で完全に、水が全て沸騰し終わって水蒸気になるとまた再び温度が上がっていきますね。で、これ、横で見るとね、ここの、ここからここまで、これ、固体、氷です。
で0度から100度までは液体です。で100度から超えると全部気体になる、水蒸気になる、ね、はい。じゃあもう一回、全体確認しましょう、ね。水の温度の変化、氷を溶けると氷を、熱を入れて溶かしていくと0度まではトントントンと上がっていく。そして氷が水になり始める、ね、溶け始めると0度でピタッと変わらなくなる。でこれは氷が水になるためだけに熱を使うから。そして0度に、の中で全部氷が溶けて水になると今度やっとまた、水の温度が上がっていきます。ここまでは100度まではどんどんどんと上がっていく。でそして100度になって沸騰し始めるとまた100度のまま変わらないんです。でこれをグラフにすると、氷から、氷の状態の時にはどんどん上がっていく、氷だけ、ね、でそして溶け始めると0度のまま変わらない、氷と水混ざった状態、完全に溶けるとまた上がっていく、この状態は水だけです。でそして100度になって沸騰し始めるとまた100度のまま変わらない、これは水と水蒸気、ね、でそして完全に、水蒸気になってしまうとまた再び、温度がどんどん上がっていくという形になります。これが水の温度の変化ですね。何度か聞いて頭がすっきりしたら、分かったなと思ったら問題解いてみてください。大体できると思います。